蒲島に来て、大なぎの井戸のそこは駐車場でした。今こっち来てすぐ近いので行ってみたいと思います。リアカー、あそこにね、四国88のなんですね、あちこちにある半島に。こっち行きます。あー、雨が落ちてきました。何だったかな。取るのかな。軽トラならこの道来るっていうことですね。ということはこの先にも軽だら、軽でなくてもあったり。いや冷たい。2、3週間前まで暑かったのに。大満のそばだって言ったからね、井戸がね。ここか。あ、着きました。こうで、こう、この井戸に来たんだ。小さい稚魚みたいのはどっちの紹介がいいかな。これ、こっちは水槽で、今水槽で、あれか、生息してるやつがいるっていうのか。最大180、28キロに達すると。あの池田湖ね、あの鹿児島県の、まあちょっとゆっくり回しますか。こう、この田原川があって、そこに登ってくると、そこからなのかな、したらそれとここがつながってたのかどうかわからん。そしてね、これ読みますね。この井戸に昔から生息するオオウナギは熱帯に分布する種であり、背面と体側が骨格子的反対反対する。井戸の直径は約 1.5 メートルであるが、代々のオオウナギは最大で体長 1.8 メートル、ここの17キロ、胴回り50センチまで成長する。ここの井戸とこと言ってます。井戸の起源は明らかにないけど古い、いつ頃から住み着くようになった。指定当時はこの生息地が世界におけるオオウナギ分布の北限とも言われ、学術上貴重な、指定当時の発言、今は分からん、国の天然記念物に指定されました。国の天然記念物です。で、これはこの色に似たやつかな。こんなやつです。細いとこ好きなんだ。いや、こっちにもいる。でかい。うなぎのように細いわけでない。生きてる、口動いてる。ここで写真撮れるんだ。このオオウナギ生息、オオウナギはさ、紹介でしょ。このオオウナギは池から引っ張り出したものなのか、ちょっとそれを知りたいんだけど。あ、このオオウナギは9月に川で採取されたってね。そうですね。うん。あの、でこの井戸のやつが、は井戸のやつにいると考えていいですね。はい、
そんなことでした。こうです、こうです。